負けた奴が食べられるって約束だろう。恨むならこんなところに閉じ込められた。目を恨みな。ヘルプミー、お願い。岩が落ちてきてもう5日。背に腹は変えられないわ。あたしめたち。ストップ、やめろ。お肉も悪くないわ。胸肉もしてかたい。助けて。みんなダメだよ。めっこ。生はお腹に悪い。焼いた方がいいよ。マッコー、そんな手間かけられるか。そうよそうよ、こんなごちそう目の前にしてよ。ノーやめろプリーズ、ストップ。おい、うん、しい。ノーストップ。あ、ノーノーノー、この野郎、おとなしく食われろ。ダメだ、食われろったら食われろ。甘い坊主、そんなに怒れないよ、バドン。お腹すいた。あー、うめえじら、食われた死ぬ。あー、ハグリー。あ、町だ。やった、これで飯が食える。あれがアトラスの街。
十分だぜ。しかしなんだな、さすが年に一度のアトラスのバターだよな。飯はめっちゃんこうまいし。僕に口説かれるのを待っているギャルが目に目にたくさん。あのままワンに食べられていたら、ギャルたちを涙の海で溺れさせるところだった。この町に来たか分かってんの？もちろん飯を食いに。オフコースガールハンティング。冗談冗談だよ。この前の戦いでヒューマンにやられた地霊王を治すために決まってんじゃないか。オフコース。あー、かわいそうな僕の空霊王。フライングハイどころか今は動くことさえ。ヒューマンの奴ら、大事な陣を傷物にしやがって。今度来たらギッタギタのメッタメタにしてやるんだ。カレー王だってあちこち傷だらけ。とにかくこの町にいる機械なら何でも直すって噂の名人を頼ってみるしかないよ。よし、その大名人を探し出して何が何でも俺たちの陣を直してもらおうぜ。おーよーし、そうとなれば。なれば、とりあえず腹ごしらえだい。おじさん、おかわり。あのね、どうもありがとう。わかったわ。その名人は何でも直し屋のドンヤスシって言って、あの木の下の遺跡にいるんですって。でっけえ木だな。そうと分かりゃ、そのドンとやらのところへ直行だ。おう。なんかどうもさっきから誰かに見られてるような、気のせいかな。ワン、行くわよ。おついに見つけたぞ。イーストどもめ、この町に潜んで待った甲斐があったというもの。今度こそ奴らの息の根を止めてやる。とにかく作戦開始だ。魚の金だ、取っとけ。おっさん、これじゃ全然足りないよ。なに、いい度胸だ。この俺様に文句があるってのか。金が払えねえってのか。ならその体で払ってもらおうか。この誇り高きビタン様がなぜこんな目に。ガイアを手に入れる時が来た。かの者も間もなく向こうよりやってこよう。ツアーマスター様、報告があります。おお、まだおめおめと生きていたのか。ついに例のビーストどもを発見いたしました。貴様に用はない、失せろ。ツアーマスター様。うるさい。ああ、ご主人様、待って。ビジョン、例のビーストどもが町に入った。何？ツアーマスター様の信頼を取り戻すチャンスだ。行くぞ。
断る。私はこの陣の目覚めを待つ。な、何？陣に頼らずとも、いっそなどこの腕一本あれば十分。今すぐ攻撃だ。命令は受けん。一人で行け。私は私のやり方でやらせてもらう。どいつもこいつも、この裏の最高の魔法戦士、ビダーン様をコケにしよって。おや、行くぞ。ビダン。なんだ、行く気になったのか。エネルギーを無駄に使うな。残り少ないんだぞ。ちくしょう、このビダン様の真の恐ろしさを見せてくれるわ。ケケ、久しぶりにこの試合よ、ジミー殿よ。住んでんだ。わてがアトラスのドンや。ワッツァビッグビースト。まあわてより背高いもんはアトラスヒロシといえども、そうざらにはおらへんな。そこなちっこいのももっと大きくならんと女の子にモテへんぞ。わーい、豚さんだ、豚さん、豚さん、ねえ、おしょぼあしょぼ、豚さん。イノシシだ。お前、なんてことするや。あれ、今、誰かいなかったか。そうね、下に息子など入っとらん。おかしいな、なんか見えたような。そんなことより、わてになんぞ用があるとちゃうんか。あ、そうだった、そうだった。実は、私たちの陣が壊れてる。バド、あのさ、なんか変じゃねえか。わあ、僕にはわからない。わかった、その陣をわてに見せてみ。しかし陣が動くなんちゅうのは初めて聞いたわい。あい、よいしょ。へへへこのバカでかいのを直してほしいんちゅうか。オーイエー、陣たち、なんとか直せそうか。わてはアトラスのドンや。わてに直せんメカなどない。そんなことよりお前ら、金は行さん持っとるんやろんな。金？この世は金や。金、金。これだけのもんタダで直す方はおらんで。金のないやつはとっとと帰り。さっき、レストランで払ったのが最後。オーノーマネー。わー、言うの、お食いのせいだろか。お前だって食っただろうが。もう、くだらない喧嘩してないで、お金をなんとかしなさいよ。わかってない、うん、金、金、うん、金、うん、金をなんとか、うんうん、そうだ。おっさん、宝石でもいいのか。宝石は大好きや。そうか。まさかなにすんだ、ワン。メイマ、まあ、見てなって。やったー。ワッチ、メイマーの涙が真珠に。よし、じゃあ、ほんまもの指示や。これなら文句ねえだろ。全くない、指示や。バッチリだぜ。グッド、ナイス、ワンダホー。これでクレオも、チレオも。よくもやったわね。とっても痛かったかな。一発、一発で帰って。いい君よ。ごめんなさい。この辺りか。この辺りか。
くれるといいんだけど。みんな見て。何？What？ガイアの紋章。おっさんおっさん。何や。どのくらい待てば治るんだ？わからん。てめえなろうな。俺たちを騙しやがったよ。チャンスほら。まだ先。ちゃんと治ることは治るんや。ただそれが今日かもしれん、明日かもしれん、お天道様次第や。まあゆっくり待てや。ああ、すぐ治るわけじゃないのか。早く治んねえかな。こんな時に限ってヒューマンの奴ら攻めてきたりするからね。頭痛くなるようなこと言わないでよ。ああ、本当に頭痛くなってきた。でも治療王たちさえ治れば大丈夫。ヒューマンなんてみんなゴミだよ、ゴミ。さて、そううまくいくかな。ビダン、久しぶりだな、ビーストども。この瞬間をどれだけ待ったことか。もうボロボロになってるよ。今日こそまとめて地獄へ送り込んでくれるわ。やれやれ、ついに殺し合いよ。チキシャー、ジンが使えない時を狙ってきやがったな、この卑怯者。卑怯者。貴様ら下等動物に卑怯者呼ばわりされる覚えはない。さあ、パテの家に何するや。え、お前らの知り合いやろ、弁償せ。知らん知らん、死ぬ。もうやった。お前らな。それ。ねえおっさん、修理の途中でもいいからジンを出してくれよ。ダメや。なんでだよ。一度入れたらどうやって止めるのかわても知らんのや。じゃあこのまま殴り殺しかよ。死ね死ね。うわっ。待てろ、真珠が。お前たちも今同じ姿にしてくれ。くそ。助けて。俺様が味わったこの屈辱を、苦しみを込めたこの一撃、たっぷり味わうがいい。あれあれあれ、エネルギーが。ま、待て、話せばわかる。武器も持たない者に暴力を振るうつもりか。あら、さっき武器も持たない私たちを攻撃したのは誰よ。それは。さて、どうやってお返しをしてくれようか。丸焼きにして食べるには骨っぽそう。とりあえず剥いちゃえ、剥いちゃえ。無事か、ビダン。ビジョン、よく来てくれた、ビジョン。ジンを起こすのに手間取ったが、間に合ったようだな。そうか。やっぱり死ぬのはお前たちだな。チキショウ、ジンさえ動けば。ジン。ユニ、一気にあの世に送ってやる。ユニ、
よ。水中か。しまった。でも合体ってどうしたらできるんだ？さあ。みんな。パワーアップしても大したことはないな。ビーストども。死ね。命に変えても必ずガイアを手に入れるのだ。はっ、全て御意のままに。やつらかに。すまないおっさん、俺たちのために。いて待ってる心中、待ってる心中、いやこれはお機会。父ちゃん、いっつトリック。やっぱりどっかおかしいと思ったぜ。バレたんか。おかしい。さてと、ジンも治ったことだし、そろそろお宝探しに出発と行くか。あれ、メマ。メマ熱い、すごい熱だ。どうすりゃいいんだよ、バド。I don't know。 僕に聞くな。メイマー。
はっ。見よ。ガイアネットワーク。次元断層に消えた南半球を元に戻し、我らヒューマンの世界を築くためガイアは必要不可欠。ビーストどもに先を越されるな。奴らは刻々とガイア中枢へ近づきつつある。はじめは奴らの持つ三体の陣の力かと思ったが、どうやらこのユーニチャームパスワードが奴らを導いているらしい。この娘を捕らえよ、CC ガル。ウラノスにガイアを。より熱が上がったみたいだ。メイマーかわいそう。オーベイビー、できることなら変わってあげたい。じゃあ変われ、すぐ変われ、即変われ。あのな、お母さんは、アキランティス、マーメイド族の村、メイマと僕のふるさとだよ。やっぱマーメイドの病気はマーメイドに効くのが一番だからな。バート、ウェタミニッツ、ここからサキランティスへ行く道なんてわかるのか？それなら任せろい。ヘアシャン。受けやん。てめえ信用しねえってのかよ。しねえ人。はい。俺の能力バカにしてやがるな。してやがる人。はいはい。くぐれてやる。ジョークのわからないやつだな。わからない人、はーい。ガキ。あ、見つけたっと。サキランティス。
サキランティスか。着いたよ、ネイママンチはどちら？確か動くな。お前何者だ。ヒューマンか。答えないと攻撃するぞ。あーのー、とんだ勘違い。でもなんかすごく怖がってるみたい。おいおい、自分たちの陣がわかんねえのか。よく見てみろ。ジン、お母さんだよ。年の差なんて僕の相手乗り越えて。お久しぶりですな、ワンハン。おばさん、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。メーマが。メーマ。なーに、病気の振りなんかしとるんだっすえ。おばさん、本当に病気なんですよ。まあゆっくりと寝ることどすな。きっと旅の疲れどすえ。大丈夫かメーマ。わん、私もうダメだと思う。な、何言ってるんだよメーマ。私にはわかるの。私はこのまま清く儚く美しく死んでいくのよ。なんてかわいそうな私。メーマ、海も儚い命を憐れんで泣いてくれてる。弱気になるな、頑張れ。そうだよメーマ。ありがとう。でもメーマ食べたい。私、甘い甘いの実が食べたい。あ、甘い甘いの実。そんな無理だよメイマ。なんだよその甘い甘いの実って。ここから少し離れたナイアーブ島にだけ繁殖してる珍しい果物なんだけど、その実を取りに行って帰ってきたものはまだいないんだ。とっても美味しい夢みたいな味がするって聞いたわ。死ぬ前に一度でいいから食べてみたい。お願い、甘い甘いの実を取ってきて。取ってきてったってそんなに危ないんじゃね。わかったメイマ、俺がその甘い甘いの実を取ってきてやる。ワン、ワン、その代わりそれ食ったら元気出すんだぞ。いいな。
この道をまっすぐ行けばナイアブ島に着くんだな、メッカ。よし、そんじゃ出発だ。バイバイ。ワン、バド、気をつけて。ゴム動力のくせにすごいスピードだな、これ。これが甘い甘いの実か。ワン、参ったぜ。メイマーのために命を懸けるとはな。勘違いするな。俺はただ甘い甘いの実が食べてみたかっただけだ。流されて大海原に物思う。ガイアはいずこ、ここはどこ。スタッドランで戦艦の故障をなんとか旋回。私は海が苦手なんだ。グッドなサウンド。背中さすってやれ。そこは胸だ。おい、俺を置いていくなよ。普段は偉そうにしていても、いざとなるとこれだ。女だな。女ぜ。Thank you.
キランティスへ乗り込むぞ。ここがナイアブ島なのか。暗くてよくわからないけど。なあは。うわあ、こけ！けだもの。ワン。けだもので悪かったなこの鳥頭。総理。簡単に見つかるもんだな。簡単に越したことないじゃん。やっほー、大放題だー。ま、待て、ワン。やったー。ガー、ワン、逃げろ。みんなだ。うわっ、うわっ、みんな。あ、出た、ほら、なっせ。今だ、ワン、ハリアー。びっくりした。アイシー、これじゃ身なんか取れっこないぜ。何か安全に身を取る方法を考えないと。あるぞ。なんのつもりだ、ワン。この方法ならこんなに安全に身を取ることができるでしょ。言うというやつは。うおっ、はっ、はい、ポーズ。よし、お前たちはあの娘を探すのだ。はい。さて、怪我をせぬうちにそこを開けた方が身のためだぞ。バカにするな。ここから先には行かせない。ほう、帰れよ。今行くからね。今操れるのは帰れよだけ。私が甘いの実を食べたいなんて言わなければ。帰れよ、立って、負けないで。帰れよ。苦労した甲斐があったってもんだぜ。誰が苦労したって。あん、来るな。真面目だよ、うっせえな。しかし、えらく硬いな、これ。言うだけには食わせたくない。メガ、いた？いない。おかしいわね、隠れちゃったのかしら。私、子供嫌い。おいでやす。いたわよ。お待ちなさい。やーやー。メッカ、安心しろ、殺してはいない、気絶しただけだ。見事な戦いぶりに敬意を表してな。そんなことはこの船を動かしてからにしろと言ったろうが。う、気持ち悪い。本当に辛そうだな、ビジョン。背中でもさすってやろう。胸だったね。
私のこと追いかけてくるの？わよ。もういいかな。あ、ケーキだ。いただきまーす。あ。遊びは終わりだ。病気のメーマーを女だからって許されぞ。体弱いのかな。シーガル様、これこれでしかしかそれでまであじゃこうじゃつまるとこ見通したこうしたね。そうか、よくやった。あ、待て、逃げるな。される時が来たみたい。バカなことを言うな、メーマー。わ、最後にあなたに聞いてほしいことがある。なんだ。実は私、あなたのことが…メーマー。そうだ、メーマー、これを。あ、甘い飲み。本当に取ってきてくれたのね、嬉しい。うまいぞ、さ。うん。痛い。何これ、親知らずが抜けちゃったわ。あ、メマ、その身硬いぞ。そういうことは早く言ってね。あれ、なんだか体が軽い、熱も下がっちゃったみたい。どうなってんだ。ああ、親知らず熱どうすか。親知らず熱。マーメイド族はな、親知らずが入るとひどい熱が出るんどす。いや、大人になった証拠どすえ、メイマ。なんだ、そうだったのか。いや、ワンハンバドハン、これもみんなあんたらのおかげどすえ。ありがとさん、これお礼どす。お礼。あたしもお礼しちゃいまくるわ。やめろ。またひとみ。やれ。あれ、ユウには。これは。Yeah!
チャームパスワードはガイア中枢の位置を知る唯一の存在。その U にを CC ガルが拉致した今、もはやガイアネットワークは手中に収めたも同然。加えて CC ガルならば、ドクターパスワードが残した謎を必ずやっときましょう。全ては計画通りというわけか。御意、CC ガルの洗脳が解けさえしなければ。その心配はない。あやつに施した精神操作は絶対に破れる。地球を完全なる姿に戻し、我らヒューマン、いやこのわし、ウラノスが全地球を支配する日がいよいよ。ビーストのことを考えると頭痛が。はずだぜ。だいぶ北に来たもんな。このままじゃ氷漬けになっちゃうわ。頼むぜ、水晶玉。早いとこユージ見つけてくれよ。果てるまでこの船を引き続けよ。このビダーン様がいる限り、お前にもはや逃げ場はない。やっけやっけピヨピヨダッハハ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 ハ。
これで船酔いとの長い戦いもようやく終わる。前方に人工建造物を捕捉。何？かなり巨大なものです。氷山の中とはな、いくら衛星でサーチしても見つからぬはずだ。全速前進、上陸準備せよ。どもと我らの地位を奪った芋娘が一堂に会するとは。ご挨拶だな。私の名はシーシーガル。芋娘でもお前たちほど無能ではない。何だと？おお、シーシーガル、美しい名だ。僕は君のためやいこら、シーシーガル、ユニを返せ。でも美男と美女に用はねえ。帰って飯でも食ってろ。何返して欲しければ力で奪い取るがいい。だがお前たちはさっさと消えろ。邪魔だ。おのね、こなまいきな芋娘が。寄ってたかって俺様をコケにしやがって。三つどもえの戦いも一挙まとめて灰にしてくれるわ。Ha ha ha!
どうだ、裏の最高の魔法戦士リダーン様の力は。そーらそーらそーら、みんなまとめてあの世へ送ってやるわ。あれ、どうしたのかな。ここからがかっちょいいのに。おお、エネルギー切れ。待て、だからさ、話し合おうって言ってるでしょ。もうめちゃくちゃだね。これじゃ収拾つかない。チャンスチャンス、こいつを使って皆殺しよ。生きのいい魂が生きてもうちならず、うう食べきれるかしら。動くな。動くとこいつの命はないぞ。どうすんのこの状況。好きかな。うん、大好き。いやあ、落ちた。高い。作り物でない自然の花園で本当の猫とお前を遊ばせてやれたら。ビーストの分際でふざけた真似を。かとなビーストせなんで助けて損しちまったぜ。ユニを守ってくれたからてっきりいいやつかと思ったのによ。何をくだらんこと。お姉ちゃんどうしたの。ユニ！あ、やろまたユニを！やってるぞノバビッチ！ごめんなさいご主人様。エネルギーの補給さえすればもうこっちのもんだ。まだか？早く済ませろ。あー気持ちいい。極楽極楽。ついでに肩こりもほぐそうっと。このジジイ。たまらんわ。待ってろよビーストども。
くっそー、一瞬でも気を許した俺たちがバカだったぜ。所詮ヒューマンはヒューマンってことか。そうかな、僕あのシーシーガルってそんなに悪いやつじゃないと思う。私もよ。メイもメッカ、どうしてそんなことが。目よ、あの人の目。目？とっても澄んでいた。まるで、まるでユーニのように。何だったんだ、あの夢は。奴らはただのビースト。ヒューマンよりはるかに劣る下等な生き物。だが。お姉ちゃん。ん？お姉ちゃん、どうしたの？お前はなぜビーストと共に行動する？ふふ、好きだからよ。ビーストが好き？うん、一緒にいるととっても楽しいの。ワンたちはね、いつも笑ってるんだよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、頭悪いの？痛いのだろう。痛くも悪くもない、大丈夫だ。不思議だ、この娘、以前から知っているような気がする。よく聞け、ビーストども。この世には2種類の生き物がいる。一つは他人の踏み台になるやつ、そしてもう一つはその踏み台を使ってひたすら前進するやつ。それがどちらかは言うまでもあるまい。うわ、水晶玉だ。おう、ユーニは近いぞ、急ごう。てめえら、この後に及んで悠長なことを言ってやがるな。踏み潰してくれるわ。うわー、あんた前を見ろ。ん、前？おうわ、こんなところに穴が開いてるぞ。ブラッキー、どうだ、踏み台になった気分は。殺す。ガイア中枢への道はこれか。うん。今度こそ決着をつけてやる。クリアしました。ご案内いたします。ユーニー、すぐ助けてやるからな。逃がさん。あれ、どこへ行きやがった。なんだこれは。この者たち、死角を有せず、よって排除する。何が？おー、ガヤキがガイアの中枢。ついに、ついに発見したぞ。よくやった、シーシーガル。待っていたぞ。ガイアと一体化し、地球のすべてを我が手にするこの時を。
いや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 い
行け。え、お姉ちゃん。お前の役目は終わった。ガイア中枢はすでに見つかったのだからな。ガイア中枢？あれが？間もなくツアーマスター様が到着される。その時全地球は我らヒューマンの支配下に置かれるのだ。な、何？そんなことさせるか。てめえらなんかにガイアは絶対渡さねえぞ。愚かな。逆たぶりと言えばいいのかな。どうじゃ、元気でおるかな。お前がこれを見るとき、おそらくわしはもうこの世にはおらん。お前一人を残していくのは気がかりじゃったが、明るくて気立ての良い子じゃから、きっと幸せに暮らしておるかの。いや、自然の征服を企て地球を破滅へと追い込んだヒューマンに幸せな暮らしなどありえぬか。わしはな、お前と一緒に大自然の懐に抱かれ豊かに平和に暮らす日を夢見ておった。全ての生き物は自らがこの星の一部であることを自覚し、それを喜びとして受け入れることができればと幸せになれる。わしらが愛を持って接すれば必ず自然も応えてくれるのじゃ。ビーストという種族がそれを実践しておる。人たちは自然に対する横島な野望を持たん。わしは彼らになら地球の未来を託せると思うのじゃ。愛する我が孫よ、お前はビーストから学び、彼らと共に生きよ。ビーストと自然を友として本当の幸せを掴んでおくれ。言うに。私の名はユニチャーム・パスハート。なんだって？
スーパーマスター様。なぜだ。アイアネットワークは支配したのになぜ南半球が復活せるのだ。ガイアにプロテクトがかかっておるのか。ん？そうか、お前がガイアのプロテクト。何？我が地球制覇の野望に弓引く者、生かしてはおけぬ。死ねえ。肝心なところで裏切りおって。ひどい傷。このままじゃこの人。やいクソ指示、こっちに出てきやがれ。勝負をつけてやる。ビーストごときが大きな口を利きおって。なんだと。
我はウラノス、絶対的な存在なら。貴様らごとき下等な存在は今すぐ消し去ってくれる。死ね。重力波だ。やめて、ユーニー、やめて。やめて。やめて。ユーニー。おやめなさい、ウラノス。最悪。おやめなさい、ウラノス。すでにこのガイアネットワークは我が支配下に入った。この北半球も我が手にある。あなたのエゴでこの地球を好きにはさせません。出ておいきなさい。何を言う。すべては人類の望んだこと。ガイア、お前こそ人類を見捨てたではないか。大どうなってんだ。あれ？ユーニー、1万年前の過ちをまた起こすのですか、ウラノス。何を言ってももう遅いぞガイア。死ね。どもめ、逃がさんぞガイア。何が起こってるのか I don't understand。 とりあえずここで休もうよ。彼女も手当てしなくちゃ。ああ、ユニも。なあ、一体ユニはどうなっちまったんだ。ガイアだ。気がついたのかシーガル。ユニがガイアってどういうこと？この少女の中にガイアは眠っていたのだ。ってことは、僕たちが探してたお宝ってユーニのこと？何？そうだ。父なるウラノスと母なるガイア。かつて地球は意志を持ったエネルギー、バイオプラナを使った2つの巨大なコンピューターによって支配されていた。北半球をガイアが、南半球をウラノスが。コンピューター？もともと2つのコンピューターはヒューマンの先祖がより良い生活を求めて設置したものだったが、ここで大きな誤算が起こった。誤算？ヒューマンにより良い生活を与えるために2つのコンピューターが出した結論は全く正反対だったのだ。What?
ウラノスの得た個体は機械化による究極の進化、ガイアの得た個体は自然との調和による精神の安定。2つのコンピューターは対立し、ヒューマンも2つに分かれ、やがて戦争が起こってしまった。その時兵器として作られたのがジンだ。ジンが結局戦いはウラノス側が優勢となり、北半球のヒューマンはほとんど死滅してしまう。そこでガイアは最後の手段を取った。最後の手段。ガイアは地球を半分に割って、ウラノスのネットワークを次元の彼方へと追放したのだ。これが今から1万年前の話だ。なんかすごい話ね。ユーニがお宝か。ユーニが。ユーニは私のものよ。何言ってんだ。ユーニは私のものだよ。どこだガイア。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 お、見つけたぞガイア。しまった。出た。寒い。あ、温めてやろうか。もっとやって。ちょうどいい。あれを使おう。待て。ちょっと大丈夫、その辺にいるって。何が起こったの？はっきりとは分からないが、多分ガイア本体が地上に出てきたんだと思う。え？ガイアが？この
この美男様の邪魔をするとは、一体何が起こったんだ。大地震よ大地震、地球の崩壊よ。とにかく早くこの場から離れよう。この場でつけてやる。あ、ユニ。気がついたのか。おい、ユニ。ウラノス。はい。山田、どけ。自然を否定するのです。そうと、あのような無力なもの我が進化には不要だ。そしてガイア、お前も我が進化に必要ない。手も足も出まい、たかが一体の陣で何ができるというのだ、ガイア。できます。さあ、ワン、戦うのです。分かってない。一斉死ねよ。私はすでにガイアネットワークの 80% を征服した。もうどうすることもできまい。父は無茶苦茶せえ。このまま負けちゃうのかしら。そんなみんな諦めてはいけません。あと少し頑張ってください。私に考えがあります。勝てるぞビジョン。ああ、ヒューマンの明日は目の前だ。ああ、そううまくいくかしら。しっかりして、シーガル。そんなに大きな声を出すな。ごめん。もっと早く君たちと会いたかったな。
ているのか。私のために優しいんだな、みんな優しい。ねえ、おっちだな、ガイア。広がる感覚が、私は今このガイアネットワークと完全に一体化したのだ。この時を待っていました。何？ウラノスよ、まだ分かりませんか？何のことだ。もはやガイアネットワークは何の力も持たないのです。長い年月の間、各端末との回線を断ち、自らの機能を縮小したのは私の意志。今あなたさえ倒せば全ては終わるのです。このガイアネットワークこそあなたの牢獄、あなたの終焉の地になるのです。倒せればな。ガイアネットワークなど時間をかければ修復できる。今私を倒すことができるというのか、その傷ついた人で。あなたに勝つことはできないでしょう。しかしあなたと共に滅びることはできます。何？貴様まさか。さあ、わ、今です。でも滅びるって。ねえ、ユニどうなっちゃうの？もしかして死んじゃうんじゃ。仕方ないのです、ユニ。私はこうなるために生まれてきたのですから。さあ、ワン、お願いします。ダメだ、できねえ。ユミが死んじまうなんて。できるわけないじゃない。他に方法はないの？ありがとう、みんな。でも、もう遅いのです。私はすでにエネルギーを解き放ちました。もう戻ることはできません。今しかないのです、ビーストの、地球の未来のため。わっ！させるか！俺たちはバカだけど、怒ったら怖いんだぞ！行け！ガイア、ヒューマンは良いのか？ヒューマンの未来は？ヒューマンは思っているより強い生き物ですよ。さあ行きましょう、ウラノス。
ワン、起きなさいワン。何メンは。何じゃないでしょ。今日でユーニとお別れなのよ。あ、いけない。まったくいつもこうなんだから早くしなさいよ。まあそう言うなよ。遅いぞ、ワン。悪い悪い、寝坊しちゃってよ。ワンらしいな。まったく、起こさなかったら夜まで寝てたんじゃないの。あのね、いくら俺だって。あら、この前私が1時間も待った時、ワン寝てたじゃない。そんな昔の話。3日前のことよ。二人とも。さて、そろそろ行くかな。ユニ、本当に行くのか。ああ、自然を忘れたヒューマンたちに自然を思い出させるため、おじいちゃんやガイアがやろうとしたことを私もやりたいのだ。ワン、バド、メイマ、メッカ、ありがとう。そしてさよなら。さよなら。ユーニー、またいつか会おうな。ああ、またいつか会おう。きっとだからな。なあ、バド。ん？結局、宝って何だったんだろうな。わ、見てごらん。この大自然さ。気取るな、バカ。でも、そうかもしんねえな。マスター様も死に、どうやら俺たちは完全に忘れ去られたようだな。こうなったらビジョン、俺たち二人がここでヒューマンの新たなるアダムとイブに。ビジョン、アホカーのだよ。
family. Although, there's one fella I haven't met yet.